ワスプ -107B は、乙女座の方角に約200光年離れた位置にある、恒星ワスプ -107 を公転している、太陽系外惑星である。太陽系外惑星としては初めてヘリウムが検出された惑星として知られている。ワスプ -107B は、2017年に、ハップル宇宙望遠鏡の観測結果を利用した。 太陽系外惑星探索プロジェクトスーパーワスプの天文学者たちによってトランジット法で発見された。ワスプ -107B は木星の 0.92E4 倍で、主星から約820万キロメートル離れた軌道を6日弱で降転しているガス惑星とされている。大きさは木星と同程度だが、質量は海洋星の2倍ほどしかないため、密度は 土星の約5分の一しかなく、これは基地の太陽系外惑星の中でも特に低密度である。こうした低密度な惑星はパフィープラネットと呼ばれる。表面温度は金星とほぼ同程度の 770K とされている。主星の恒星活動が非常に活発であるため、ワスプ -107B の大気は高速で宇宙空間に放出されており、 また、主星からの放射を吸収して大きく膨張している。そのため、バスプ -107B は10億年ごとに喪失量の0.1から4%を失っているとされている。2018年5月、ハップル宇宙望遠鏡の甲子アカメラ3を用いた観測で、バスプ -107B の大気からヘリウムが検出されたと発表された。太陽系外惑星からヘリウムが検出されたのは、 これが初めてであった。大量のヘリウムが検出されたことにより、ワスプ -107B の大気が高度数万キロメートルまで広がっていることも判明した。また、このワスプ -107B は大きく広がった大気が赤外線波長の観測で検出された初めての惑星でもある。ワスプ -107B が公転している、構成ワスプ -107 は、スペクトル分類が K6 型で太陽の0.691倍の質量と0.657倍の大きさを持つ。金属量は太陽とほぼ同程度で表面温度は 4430K である。主等級は11.6等と暗く、肉眼では観測できない。ありがとうございます。